問来てた。スフィアを割るのは犯罪ですか？結論、犯罪になる。スフィアをボムやダイナモで割る行為は刑法261条の器物損壊罪になる。またもしスフィアを割った後端っこに追いやって倒した場合、監禁致傷罪になり、もっと罪が重くなる可能性がある。みんなもスフィアを見たら割らないように気をつけて。スフィアすぐ割りすぎ事務所。質問来てた。ゴーニーガロンを使うことは犯罪ですか？結論、犯罪になる。日本では拳銃の所持が一般的に禁止されている銃砲刀剣類所持等取締法。ゴーニーガロンは一発のダメージが大きく撃たれれば即死。これは間違いなくスプラトゥーン界の拳銃であると言える。友達がもしゴーニーガロンを使おうとしていたら今すぐ止めてスクイックリンを持つように言ってあげて。ゴーニー強すぎだろ、早くアップデートしろ事務所。質問来てた。スクイックリンを捨てたら犯罪になりますか？結論、犯罪になる。私たちが住んでいる日本には飼っている動物を勝手に捨ててはいけない法律がある。動物愛護管理法。スクイックリンはスプラ界の一匹狼的かっこいい存在、いわばハスキー犬のようなものやねん。だからスクイックリンを捨てる恋は山奥に可愛いペットを捨ててくるのと同じ。みんなもスクイックリン持ったら死ぬまで一緒にいてあげて。スクイックリンと永遠の愛を誓います。事務所。質問来てた。アメフラシを水に投げ捨てるのは犯罪ですか？結論、犯罪になる。私たちが生活している日本には海などにゴミを捨ててはいけない法律がある。廃棄物処理法。アメフラシの見た目を見てみて、どこからどう見ても粗大ゴミやねん。みんなはアメフラシを間違って水の中に投げ入れないように気をつけて。焦ってると今日でやっちゃいがち事務所。質問来てた。スクイックリを持ったら犯罪になりますか？結論、犯罪にならない。スプラトゥーンにおいてスクイックリとは素晴らしい武器やねん。リンクにマスターソード、マリオに赤い帽子、ナミヘイに髪の毛。これと同様にスプラトゥーンにはスクイックリがなくてはならない存在。よってスクイックリを持っても犯罪にはならない。みんなもスクイックリぜひ使ってみて。ハッシュタグスクイックリはいいぞ事務所。質問来てた。なんで伸びないんですか？知るかバカ、俺が聞きたいよ。くそー、実力がないのに環境のせいにする事務所。質問来てた。トゥーン、もう一つで敵を倒すのは犯罪ですか？結論、犯罪になる。もう一つとは敵陣に無理な突っ込み、かっこイノシシプレイを何度もして味方に負担をかけること。もう一つの動きをよく見てみて。どう考えても暴走トラックやねん。もしもう一つで敵を倒してしまった場合、暴走トラックで人を跳ねてしまったのと同じだから過失運転致傷罪になる可能性がある。みんなももう一つのしすぎ気をつけて。12キル19です。事務所。質問来てた。トゥーン、スーパー着地を狩るのは犯罪ですか？結論、犯罪じゃない。スーパー着地はスプラトゥーンのスペシャルで1、2を争う弱々スペシャルやねん。スクイクで一発当てれば即死。これはもう着地は可と言っても過言ではないと言える。現実世界、顔手で叩いても罪には問われない。そのため犯罪にはならない。みんなも怖がらず着地倒していって。使いどころが良ければめちゃくちゃ強い事務所。